あらなるめクイズ王決定戦こちら誰これ、ね、やばいる予定だっためいちゃんがいなくて今日は謎のキングが来てくれるっちゅうことなんで、ね、謎キンもういらっしゃるいるよやばいちょっと背筋待ちくたびれたよ来たもう待ちくたびれたよさあ残り37分続くのかこのテンションまあまあ謎キンさんこんにちはもう全部あなたに邪魔されて何も聞こえてねえ聞こえますか聞こえる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  なんだろうそれ皆さんどうもこんにちは来た謎のキングと申します来た謎キング今日はクイズ対決やってもらうんですけど大丈夫ですかやってもらうよ今日謎キングは謎出す専門ですよえ答えてこつないのお前謎出すのが得意なの謎出すのが得意なんだ答えるのはダメじゃんそれ紳士ポイントあります。これ意味わからん。紳士ポイントあるんで。紳士ポイントある。はい。今何着てる？パジャマ？服の話？今ナルセ T シャツ着てます今。あ、ナルセ T シャツはあれはカジュアルですね。フォーム、うん、そうだな。ああ。え、謎キングは？ラルフローレンのジャケットを着てます。1ポイント。1ポイント謎キングがもう先に入ってる。第2も行きます。海で騒いでいたら怒られました。なんて言われた？はい。お、早い荒木さん C ですねなぜえ、海が C だからですそんなわけねえだろそんな安直なわけ答えそんな C 答え海は C なので C です出たちょっと、ちなみに言っときますけどこの謎クイズ難易度にばらつきがありますので気をつけてくださいよっしゃこれは何もう終わりコーヒー理由はまあ色味と湯気とマグカップっぽい絵残念残念こちらヒント荒木さんが描いてますえこれ俺が描いた絵答えははいココアそれでいくんだ答え味噌汁だろはいはいココアでやってますココアだ荒木さんが覚えてない意味がわからないえ、俺味噌汁でその絵描いた記憶しかないんだけどだってない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 名探偵が一番好きなものはどれ難しすぎないですかギブアップ早っあーもうそちらの方も好きでしょうねこうなって大爆笑の答えはお寿司です正解です正解はお寿司なのでお寿司でちょっと難しいところだったので2ポイントプレゼント差し上げましょうこちらでありがとうございます審査員さんおっとこれはこびすぎてるので1ポイント下げておきます謎なぞキング荒木さんどちらとも6ポイントでどうぞもっときたはいあーこれもなんか見たことあるよこれは何これ何の時に書いたやつだったっけなこれもう一度こちらヒントの方を出させていただきますと荒木さんが書いてますねちゃんと悩んでますねお二人はい歌い手でどうでしょうか引きフェス引きフェスでの時にこんな絵を描いたようなおおはい答えの方アーティストかっこ歌い手でしたのでこちら正解になります正解か当たってました でちなみに先ほどのこの茶色い髪の毛がメイちゃんだっつって書いてましたねこの人花子さんは毎日毎日ピアノの練習をしましたなのにどれだけ練習しても全く上手くなりません、はい、なぜでしょうシンプルなぞなぞですね言葉のあやみたいなってことそうですねえげんそうですねはい荒木さん早いなぞなぞキングは荒木さんにあげよう、はい、ということで荒木さん答えの方どうぞちょっとこれちょっとあんた対抗馬で来たこの対抗馬すごい勢いだなこの対抗馬理不尽だなもう答え中にもうなんかもうもはやいいよってなるぐらいの、はい、そう理不尽すぎて譲ってあげたくなるレベルだ、はい、おっと荒木さんの優しさがちょっと出てしまってるけどなぞなぞキングさん答えどうぞドとレこの2つしか使ってないからですおはい、違う全然違うね荒木さんはもう一回ドとレしか弾いてないのでミになってないですドとレだけ練習したドとレ荒木さんが一歩先に行ってしまった感じちょっとひねっちゃったかな荒木くん不正解なんでだよ透明な文字が書ける鉛筆っていくら
むず。鉛筆で文字書いたって、まあ、何も見えないんですよね。はい。おっと、はい、謎の次が早い。え、答えは0円。おっと、理由は？そんな鉛筆ないからです。残念。いいですか、もうこれは。どうぞ。プライスです。理由は？見えないものに価値なんかつけようがねえから。1割なのよ、2人とも答えは。こちら、おいおい、見えないということで3円、見えんですね。いや、ふざけてる、ふざけてる、それは。ふざけてます、ふざけてます。ポイント下げようか。じゃあ、バンクシーがその鉛筆で書いたら本当に3円なのか。申し訳ない。お前、バンクシーを出す。お前、下げるぞ、お前。申し訳ない。あるお祭りの前日の夕食には魚や肉がありませんでした。一体どうして？いいんでしょうか。はい。全野菜、つまり全部野菜、どうでしょう。大正解の全野菜でございます。ちょっと待って、ありがとう。謎キングが弱え。乗り物ってなんだ。これ簡単ですかね、多分。はい。はい。私に当ててください。どうぞ。これはい、バイク。理由は、ま、倍になってるからです。もう一歩。もう一歩か。荒木さんめっちゃいいな。ちょ、1ポイント。うわ、悩んでて可愛い。お、可愛いポイントか。これ、あ、可愛い。2ポイントあげるわ。あ、はいはい。荒木さんどうぞ。私です。オートバイですね。オートバイです、ね。オートバイだから正解です。こちら1ポイント差し上げます。じゃあ、オートバイじゃねえかよ。うじゃねえかよ。ま、うぜえ、マジこいつ。審査員さん、審査員さん、はい、最後の問題だけは5万点にしてもらえないでしょうか。もちろんです。こちら謎のキングさんの そんないらないっしょ。あれとすれば10点でいいっしょ。5万点。最終問題。これはなんだったっけ。これなんだったっけかな。これ一応ヒント欲しい人いますか。一応お願いします。先に荒木さんが書いてます。そうなんだよね。これな、何の絵だったっけこれ。はい、どうぞ。答えはエンジン。答えはいいんですか。エンジンで正解です。いや、それちょっと安直すぎると思ってやめたのに。その答えなんと。ということで、あらなるめクイズ、勝者は謎謎キングということで、5万1000対14点。これまた第2回謎謎キング呼んだら来てくれます？まあスケジュールとギャランティーによります。わかりました。ギャランティーは今回の倍出させていただくんで。倍も出すんや。うん、オートバイ。そうですね、オートバイだけね。ということで、あの謎のキングさん、そろそろうざいんで帰っていただいてもいいかなと思ってるんですけども、いかがでしょうか。じゃあめいちゃんに帰ってきてもらいますね。はい、はい、お願いします。